はい、えー、皆様、こんばんは。えー、2022年7月3日、えー、ボギーチャンネル。えー、私、主催のボギー、テロコンでございます。はい、えー、今日も、はい、仕事場からのお送りするボギーチャンネル。まあ、音声は良好ということなんですが、まあ、いつちょっと途切れるかわからないんでね、ちょっと心配でございます。なぜかというと、今日ね、あの沖縄の タイムさんの一面、これでございます。はい、えー、台風の夜、えー、携帯普通ということで、いや、これね、本当に、昨日、はい、昨日の夕方から今日にかけて、まあ、沖縄、えー、台風がね、もうほぼ近くを通ったということで、まあ、かなり混乱しました。まあ、幸いにもね、そう大きな被害が出なかった 良かったようなものでございまして、まあ、それでもね、各、えー、家庭、職場では、まあ、この台風対策、そして仕事のね、あの、手配などで、まあ、携帯が非常に通信量が多くなる、えー、時だったんですよ。まあ、特に台風の時というのはみんなね、家の中とか会社の中にいますんで、まあ、連絡を取るためにどうしても携帯電話でね、 お互いの、まあ、無事を確認したりとかやってるんですけど、全く、つながらなかったです。まあ、未だにですね、実は未だに、あの、携帯がつながらない状況がね、続いております。さて、まあ、どんな感じになってるかと言いますと、まあ、私、はい、先ほどですね、 はい。この方に電話をしてみました。はい。この方に。まあ、皆さんも大好きな HK マンゴー仮面。はい。HK マンゴー仮面さんなんですけどね。HK マンゴー仮面さんに電話をしました。まあ、このね、19時48分っていうともう AU が復旧しましたよって言ってる時間なんですけど、確かに電波のね、この バーは4本きれいに上がっているんですが、じゃあこの後どうなったかと言いますと、えー、こんな状況でございます。はい。数秒後、こういう表示に変わりました。はい。HK マンゴー仮面さん宛ての電話、接続できませんでしたということでございました。 で、いや本当にね、昨日の、まあ、夜中から、はい、ずっと、携帯電話がつながらない状況がね、続いております。まあ、このまま、明日になったら、これ大変なことになるんじゃないですか。まあ、週明けと言いますと、どうしてでもね、あの、仕事の、まあ、いろんな連絡などが、一気に増えると思うんですよね。 まあ、それが、まあ、いわゆる土日、電話が全くつながらなかったということで、月曜日にその分がまた上乗せして、通信量が増えるということになりますと、まあ、アルファベットの au と書き、書いて au なんですけど、合うではないですからね、皆さん。合うではございませんよ。はい。au。 まあ、au さんの回線使ってるところ、これ、インターネットね、光チュラ、沖縄で光チュラと言いますけど、あと、私のように au のね、携帯電話を持ってる方が、このまま連絡がつかないとなると、これ、沖縄では au さんのシェアがドコモさんよりだいぶ高いんですよ。ということは、明日、このね、音声通話が復旧しなかったら、 大変なことになるんじゃないかっていうふうにね、思っております。さて、ボギー中佐がこう書いております。えー、何ぞ未確認ですが、通信障害の原因になった機材が特派性だったというような話もありますが、ということでございましてね。はい、実は、これ携帯各社のキャリアのね、 機械の割合っていうのが実はデータとしてあるんですよ。これでございます。トン。はい。これはあの、どこも KDDI、それからソフトバンクさんの基地局の、ね、基地局に使われている機械の、まあ、メーカー別割合なんですけど、 ドコモさん。はい。ドコモさんは、ね、やっぱり、うん、国産の割合が高いかなと思うんですけど、はい。えー、実は、KDDI さん。いやー、これを見たらわかるように、サムスン。はい。サムスンが半分以上。はい。サムスンが 半分以上をやっぱり占めているということでございまして、ソフトバンクさんに至ってはもう半分以上、だ、え、いーセ65%ぐらいがファーウェイですね。はい。KDDI さんはサムスンということでございまして。うーん、そうなんですよね。はい。カルガムさんおっしゃる通りでございまして、沖縄のね、あの、最大手のセルラー電話、 沖縄セルラー電話は au なんですよね。はい。まあだから今中佐書いてますけど安、安さが売りになるとどうしてでもそういうところにね、ほころび出るのかなっていうことなんですけど、まあ、これを見る限りですね、まあ au さんとソフトバンクさんは、まあ、いわゆる韓国、それから中国製の 危機の割合が非常に高いというふうにね、私はやっぱり感じてしまいます。まあ、こういった中でアメリカでは、えー、こういった通信インフラに、いわゆる適正国家のね、危機を使っているのはやっぱり良くないということで、まあ、それの排除にね、あの、かかってるということなんですけど、日本では そういったことをすると、高取り法に引っかかるのか何なのか、もう全くそういったことはやっていない状況です。まあなぜ、あの、au さんがね、サムスンにこんなにべったりなのかはちょっと私は理解できませんけど、やはりね、国、国はですよ、この通信インフラはですね、 やはりこれあの戦略的な観点からこれをやはり構築するこういった機器類は国産を使うように義務付けしてもいいんじゃないかって私は思うんですよねもしこのファーウェイそしてあのサムスンの機器にはいバックドアなんか仕掛けられていてですね有事の際にそこから入り込まれて 通信の内容を傍受されたり、もしくは、まあ、そこからウイルスみたいのをね、あの、出されて、完全に通信ネットワークがダウンするようなことがあれば、日本は本当に大混乱に陥ると思いますよ。ですからもう少し国は、こういった通信インフラは、まあ、実際、まあ、戦争有事になった際には、やはり、 真っ先に狙われる部分であるということをね、十分理解した上で、え国産比率を何%、パーセント例えば、まあ、この AU さんに至ってはサムスンが6割以上占めてますけど、まあ、こういった部分を、え国産率90%以上とか、もしくはえ、通信インフラに使う、あの、機器類については国産メーカーを義務づけるとか、 ね、そういったことをやった方がいいんじゃないのかなっていうふうに私は思うんですよね。まあでもこういった部分はやっぱり日本っていう国、政治が、えー、このね、経団連なんかと組んでですよ。結局儲かればいいっていうことでどん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 やっぱり海外にね、出ていっちゃったつけだと思うんですよね。まあ儲けを出すために日本国内じゃ 人件費も高くて引き合わない。競争力つかないから。じゃあ中国に行こうっていうことでね、もうみんなで大喜びして中国に行って最新設備を向こうに作っちゃってますけど、いざ有事になったら中国が撤退するときにそういった最新設備すべて没収だと思いますよ。まあ、実際に日本がですね、もう巨額な資金を投入している サハリンの油田についてはロシアがですね、はい、プーチン大統領がそこの権利を、まあ、ロシア企業にね、譲渡するっていうことをなんか署名したということでございまして、やはりそういったね、民主主義国家ではない、いわゆる独裁国家。まあこれは中ロ、そして北朝鮮ですね。まあこういった国と経済的なお付き合いするときには、やはり 大きなやっぱりリスクをね、覚悟するしかないのかな。まあ、一度そういった国に大きなね、設備投資をしてしまえば、それをね、没収されないために、えー、その国にすり寄っていくという悪循環がやっぱり生まれると思います。まあ、だからこそ、ね、あの、いろんな面で、えー、日本という国は、あの、国産回帰。はい。 国産回帰をね、するべきではないかなというふうに私はやっぱ思っています。まあそういった国産回帰はこういった通信インフラのみならず、えー、公共機関に起きる機材等をね、もうこういった国産にね、あのー、限定するとか、そういったことをね、やればいいのに、まあ、いわゆるね、特案にえ心を寄せる議員さんたちはこういったことは、 くやろうとしないね国産であれば、ね、国内で作りますから雇用も生まれますおっとまた電話でございます はい、ええー、皆様大変ながらくお待たせいたしました。復活で、えー、ございます。はい、もうね。あの職場にいますと、どうしてでも電話が入ったりするんではい。その時にはもう一旦ねえー。こうして、えー、ミュートにする時もありますけど、ミュートに。 しししたたたつもりが切れてままったとといいうことでございました本当に申し訳ございません。まあ先ほど国産の話に行きましたけどやはりねこの日本っていう国は安けりゃいい儲かればいいではなくやはり技術立国としてね国産回帰っていうのはどんどんやっていくべきだというふうに私は思っております。まあ、ですから、えー、今回、ね、このように、まあ、英雄さん どんな機器を使ってるかというとなんと6割以上サムスンの機械を使っていたということでございましてまあサムスンまあ悪いとは言いませんけど、ね、あの国は日本をねあの仮想的国として見てる国ですからそんな国の設備を日本のね通信インフラの 中でまあ、6割以上もシェアを持たすというのは私からすると絶対に。理解できない。ですよ。はい、私が政治家であれば、えー、こういったものについては特にね。まあ、いわゆる戦略的なものね。通信インフラ。今の現代戦というのは、あのいわゆる情報を制するものが。 戦いを制すると言われておりま,すまあそういった中で通信インフラもし私がね日本を敵国だと思って悪意を持っている国であればこういった部分ですよ一気にまあ攻撃を仕掛けて日本の通信インフラをダウンさせた後に実際の、はい、物理的な攻撃に移るというやり方をやります。私が もしあの日本を敵だと思っている国だったらねすぐあの武力行使するのではなくその前に宣戦線布告なき戦争いわゆるこういった情報戦っていうのを仕掛けて日本の通信インフラをズタズタに切り裂いてで復旧させる暇も与えないうちに今度、えー、武力を用いてね日本へ侵攻するということを まあ、私がだったら、やりますけどね。はい。まあ、そういったことは十分にやっぱりね、えー。携帯キャリアの方々も考えてるはずですし。頭のいいね、役人が揃っている総務省が。そういったことを分かっていないっていうことはないと思いますが。まあ、このようにグラフを見ると。ね、日本をいわゆる仮想的国だと思っている国の。 製品がこんなにシェア占めてるなんて私にとってはもう驚き以外の何ものでもないというふうにね私思ってますよはいいや本当にねこういった部分調べ始めて初めてて初気づくくことがたくさんありますそれと大切なものはなくして初めて気づくものと言いますよね はい例えばね時計とかあとね大事な財布とかそしてまあ大切な人とかね自分のもとから離れていった時にその人の存在がね改めてやっぱり感じるっていうことがやっぱあると思うんですよ。ねはい、塩サバさんから「日本製の液晶テレビのパネルは実はほぼ完全に」。 韓国製ということでね。うんまあ、日本政府がまあこういったところ、もう少しね。あのきちんと対策、やっぱりこれからでいいから取るべきではないかなっていう風うに私は思ってますけどね。皆さんはどうお考えでございます。かねまあ、目玉焼きさんが静かなる侵略と書いています。まさに武力を持ちいない侵略。 はい、武力を用いない侵略前、私はこれを経済的ないわゆる、ね、侵略とまあ称しましたが、まあ、今回のこの一件を見ると通信インフラを、ね、このようにまあ麻痺させる意図的に麻痺させることができるのであれば、ね、これはもう明らかな、はいえー、戦闘行為そのものだというふうに、ね、私は思っていますよ。はい いやしかし本当にねもう今日連絡取ろうと思っても全然つながらなくて、ね、まさか固定電話持って歩くわけにもいかないんでね本当に困った状況ではあるんですが、まあ、特にこういった、ね、台風が来て何かと通信量が増える南の島で、まあ、携帯が普通になることは本当に致命的 これが全国的なねものになったと。そして夜中に通信量が急に増えたなんて言ってるんですけど、夜中の1時、2時に通信量が急激に増えることなんて、普通あるのかななんて、私ちょっと不思議に思ってたりもします。まあ本当のことは、明らかにされることは多分ないと思います。はい、これはね、明らかにすると、 相手にまた対策を、ね、与えることになるんで多分そこまであのきちんと話はするとは思いませんがやはりあらゆる可能性を、ね、考えた時にこういった通信インフラも有事には、えー、攻撃の対象になると、まあ、それが今こうして分かっただけでもよしとしてですね、まあ、日本政府そして政治家の方々には、ね、やはりこういった大切な えー、インフラの部分については国産回帰を是非お願いしたいというふうに思っております。セいラさんも電話通じない私も通じませんいや本当に困ったもんでございますよはいということで、えー、今日はねあっという間に時間が来てしまいました何かとはい忙しい今日でございますが明日 電話が通じなかった時のことを考えたらちょっと私はい身も細る思いをしておりますはいということで、えー、本日のボギーチャンネルあのこれにて終了させていただきます本当に今英雄のねエンジニアの方々一生懸命頑張ってると思うんで私こき下ろしたりはしませんとにかく頑張ってねあの復旧させてくださいそしてゆっくり 休んでほしいなというふうに思っておりますでは皆様明日同じ時間にまたお会いしたいと思います今夜もご視聴いただきまして誠にありがとうございました